いいでしょうすごい。ねえ大きい家なんですよで古いんですけど、はい、まあちょっと古すぎるぐらい古いなんだがきれい綺麗な日本の良き、はいはい、昔の歴史みたいなものもちらちらあって。 すごく大切に住まわれていたお家なんですよ。はあはいはあ、本当だ残ってるんですね。そうなんですよ。ちらちら本当に確かに何<う>かね。こちらねあの長い廊下があってこちらがね東側になるのであじゃあ,あの朝日とかがすごく日当たりいいですよ、えー。すごい。えー、あここが廊下でねちょうどなんか昔ながらの縁側みたいになって、ね、あるでしょ。はいはい。 お茶飲みとかね、い,いいですよ。めっちゃいいですね。ねわあ、こういうの憧れてたんだ。あ、そうですか。はい、いや、なんかあの沿川とかでね、こう,うん、うん、日向ぼっこしたりとか、朝日をこう見たり、ままさにです。綺麗ですね。はい。はい、あ<ー>すごいわ。良かった。 これはご縁あるかもしれませんね。ーすごい、いい物件ですね,ね。で、こちらの奥はですね、はい、まあ、キッチンというか、台所になってまして。はい、は,いはいはい、わあ、すごいな。これそう、こちらね。はい。一部井戸水出るようになっているんで。えー、<laughs> なんか。これ<あ>、<laughs> ついてます、ねあー。そうなんですよ。ええー、すごい。そう。そううわあ。お家の中にね、これが付いてるっていうね。はいはい すごいいこれてんだすすすごいいっね、隣のトトロみたなお好きでかはい、いいやっっっぱ好きすすあれれに憧てたたんででよねだらお風呂なんかすごく最適ですよ。ね、可いいねタイルでできてて巻きでなん巻き風呂なんですよ。 楽しみだな。まあ、こちらはですね、巻き風呂のままでも大丈夫ですし。まあ、今の、あの、いろんな方がいらっしゃいますから。リフォームというか、あの、作り替えて、まあ、ガスとかね、電気もできます。ああ、そうなんですか。はいそれは結構助かるかな。あ、お子さんは。子供も。あ。はい。何歳ぐらい。まだ赤ちゃんなんですよ。何人。あ。 お一人さん、お一人の赤ちゃんいいですね。いや、これから子育てするのに、こういうとこだといいかなと思って。もう、気兼ねなく伸び伸びと。気兼ねなく伸び伸びですよ。いや、なんか、歴史がちらちら、やっぱり、感じられて。そうすごいですね、なんか。柱も太い。柱もね。いや、すごい、なんか。これが。これ、柱で。これ、これ、これ、こねこれ、これ、これ。 いや、ここ、なんか、ここが。すごく赤、真っ赤になってるんですけど、これ。え、ここが真っ赤。いや、なんか、ところどころに赤い、なんかこ、こう、ベッとリこれ、な、インクなのか。いや、見えないですか。見えてないですか。いや、こことか。そこ、べ、どこ、どこですか。いや、いや、ここ、ここのところ。ザーって、こう。 いやー、キラキラー<の>どこですか今、あの、なんかとあの、今、はい、すごい、すごい、すごい人が通ったんですけど人人、はいああ人はい光ですか、ね、いやいや、人でしたいや,いやー、キラキラ <laughs> キラキラお前に来たお前 夕日がねちょうど西側からこう入ってくるから、それを光が反射したのかも武者知ゃ。ませんね。あ、虫ですね。虫はねしょうがないですね。虫でした。うん。虫。うんいるんですよ。うんうんじゃなくて。そうそう。でした今絶対。結構ねまあ自然自然の多いですから。やばいです。ここはやばい。慣れます慣れます。 あのね煙てた絶対、武士でした。今ので確信しました。今ので武士。もう早くこれでじゃ。でも、ここはダメです。ここはダメです。ここもダメです。ここはダメです。切腹した。絶対ここで切腹してます。ここで。絶対に。ここ切腹したとこですよね。絶対。無理です。ここ。すいません。そうですか断ります。ごめんなさい。じゃあ次のところに。いや、もういいです。いいです。いいです。多分。 なんか、ここ、すごいと思います。この辺一体。あの、死んだ武士が。あ、はい。わかりました、なんか。いや。ちょっと歴史好きなんですね。あ、だったらです。だったらですね、す次のお家いいですよ。はい、いや、え、はい、ここら一体の、はいはい、あのね、大名屋敷なんです。ちょっと行きましょう、大名屋敷。いや,いや,いや、もういいんですって。もう、本当に。もういいです。